今回は、ひまそらあかねさんとさくらういろうさんについてやっていきましょうか。ネット上で粘着したり過激な発言を繰り返し、ナザレンコさんから提訴宣告をされていたさくらういろうさん。無事にですね、今回ひまそらあかねさんからもですね、提訴されることが決まりましたので、紹介していきたいと思います。おめでとうございます。さくらういろうさんですね、共同通信の社員の方だったということがですね、バレてしまいましたよね。先日ですね、その所属先の共同通信、社内の処分が判明しまして、最終的にはですね、非常に甘すぎる、処分だったわけですよね。で、さくらういろうさんとしてはですね、もう安心しきっていたと思いますけども、無事にですね、ひまそらあかねさんに訴えられることになりましたと。安心しきったところにですね、とんでもない爆弾が飛んできたというところですね。ナザレンコさんとひまそらあかねさんの賠償だけでですね、もう何百万円というですね、賠償請求がされてしまうかもしれないですけど、大丈夫でしょうか残りの人生大丈夫でしょうかというようなとこですね。はい。それではですね、まずはこちら、ひまそらあかねさんのツイートを紹介します。じゃあ、ツイッターでも言っちゃおうかな。さくらういろう、近日提訴します。イエーイ、見てる？後で訴状届くから読んでねーっていうのでですね。さくらういろうさん終了のお知らせですと。サブアカでも作ってですね、このツイート見られているでしょうか？まだですね、これ詳細な情報出てきていないので、何が決定打になったのか発表されていませんけども、まあ、ツイッター上でですね、まあ、ひまそらあかねさん、それからですね、ひまそらあかねさんに関わった方々に対してですね、もうしつこく嫌がらせのようなツイートをされていましたからね。まあ、例えばですね、ひまそらあかねさんはですね、根拠のないネガキャンをしているだけだというようなですね、ツイートをしたりですとか、統一教会と関係性があるようなですね、ツイートをしてみたりですとか、あとはですね、ひまそらあかねさんが、高級料理を食べていた時にはですね、これを会議費にして節税するつもりだとかつってですね、節税チューチュースキームだとかつってですね、もう毎日のようにですね、さくらういろうさん自身がですね、もう根拠のないネガティブキャンペーンをしたりですとか、もう粘着しまくっていたわけですよね。で、ちょっと言い返されるとですね、これは誹謗中傷だ、精神的に打撃を受けてしまったとかつってですね、被害者ぶるわけですよね。もうツイートでですね、これ言い返されるどころかですね、もうこれ訴えられてしまいまして、もっと大きなダメージを受けてしまいましたと。わざわざですね、鍵をかけてまでですね、ツイートを削除しないといけないぐらいですね、もう山ほどですね、ツイートしていたわけですよね。会社でもですね、処分されるような行動をしてたわけですし、それは訴えられてもおかしくないなというような感じですよね。残念というようなところでしょうか。はい。こちらですね、いいねとリツイートしておきたいと思います。で、さくらういろうさんですね、ひまそらあかねさん以外にもですね、先ほどもお話しした通り、ナザレンコさんからもですね、訴えられる予定となっていますと、こちらですね、ナザレンコさんのツイートも紹介しておきますね。さくらういろうの情報開示請求を行います。大手新聞記者が勤務中に自分と政治的立場が違う人につきまとい、必要に絡み、活動妨害と個人情報を拡散をすることはメディアのあり方に関係する重大問題ですっていうのでですね、このようにですね、情報開示請求を行いますっていう風なですね、話をまずされていて、で、無事にですね、開示請求も通りまして、時間がかかりましたが、皆様のご協力のおかげで、さくらういろうともう一つのアカウントは IP アドレスが開示されることになりました。まだまだ面倒な手続きがあるが、最後までやりきります。応援とご支援をいただき、本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。っていうのでですね。まあ、こうやってですね、無事に開示請求も通ったので、まあ、裁判所の方もですね、ちょっと悪いところがあるというのを、まあ、認めてんじゃないかなとは思いますけどね。ナザレンコさんもですね、カンパを集めているんですけども、大量のカンパ集まってますし、もう金銭的な余裕もですね、二人とも、ナザレンコさんもひまそらあかねさんもあるでしょうから、もうさくらういろうさんですね、相当ピンチだと思いますよ。まあ、金銭的に余裕のあるひまそらあかねさん、ナザレンコさんはですね、十分なこう、弁護団組んでですね、訴訟ができるわけじゃないですか。一方、さくらういろうさんってもう個人でしかないわけなので、一般のサラリーマンでしかないので、結構費用をね、するのも苦労するんじゃないかなと思うんですよね。弁護士雇うだけでも相当な費用かかりますからね。だから結構厳しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。残念でしたというところでしょうか。はい。会社からはですね、処分を受けて、ひまそらあかねさんとナザレンコさんからですね、同時に訴えられ、もしかしたらですね、これに乗っかって他の方も訴えてくるかもしれませんよね。この二人以外にもですね、もう何十人っていう人にですね、絡んでですね、嫌がらせをしていたわけですけども、もう粘着しまくってましたからね、いろんな人に。まさにですね、これ、誰かが乗っかってきたらもうどんどん訴訟、訴訟がもう重なってくるので、まさにですね、桜ういろう終了のお知らせですと。完全に人生詰んでしまっていますというようなところでしょうか。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。ただちょっとですね、共同通信の処分甘すぎましたよね。こちらですね、共同通信の処分についてもですね、ちょっと紹介したいと思います。共同通信の、処分決まりましたというのでですね、記事が出ていましたので、こちらちょっと紹介していきたいと思います。共同通信デスクが匿名でヘイト発言。桜ういろうへの検責処分に社内から甘すぎるのではの声というのでですね、こちら、ニュースポスト7の記事になりますというところですね。ツイッター上で過激な発言を繰り返し炎上を重ねていたユーザー桜ういろう、彼が大手メディア共同通信社の記者だったことが分かり、社内で対応が協議されていることを報じたが、この度社として正式な処分が下されたことが分かった。入手した社内向けの発表資料によると、共同通信は職員の一人が匿名で運用していた SNS のツイッターアカウントで自分と意見を異にするアカウントを執拗に攻撃する投稿を長期間繰り返し、一部に相手を公然と侮辱する表現があったと事実を認め、職員の行為はソーシャルメディアの利用に関する指針や職員就業規則に抵触する重大な問題行為で、責任は重いと判断しましたと説明している。また今後再発防止のため SNS の利用規則を改定する予定だというので、まあ、共同通信社内のですね、これ規則を変えてしまうぐらいですね、重大な問題を起こしてしまったわけですよね。普通なんかやらかしてしまって社内の規則が変わるってあんまないと思いますけどね。だから、まあ、よほどやばいことをしてる、よほどまあ、共同通信もちょっとぬるいのかなというところはありますかね。で、ちょっと飛ばしていきまして、ちょっとこのあたりからいきますね。桜ういろうの中の人物については、今年2月、過去の SNS アカウントから氏名などの個人情報が流出していて、取材の結果、共同通信名古屋編集部のデスクであることが分かった。また、名前が SNS で流出した後に、同社では緊急の会議が開かれ、当該記者は10日間の自宅待機が命じられたことも分かっている。だからこれ自宅待機とかにもなってますし、多分この間給与も出てないでしょうから、多分金銭面も相当やばいんじゃないですかね。騒動発覚から約2ヶ月、桜ういろうへの処分が決定したことについて、共同通信社員が語る。会社が下した処分は検責でした。この2ヶ月間、会社は桜ういろうのツイートをほぼすべて印刷して、一つ一つ社内の規則に照らし合わせていた。印刷した紙は数千枚になったとまで言われています。そのため処分が決まるまで時間がかかったのではないかというので、もうこの数千枚でどんだけツイートしてたんだというのでですね、まあその数千枚の中に何千枚誹謗中傷に当たるツイートがあるんでしょうかね。いやー、何千枚社内の規則に違反するツイートがあるんでしょうか。ぜひそのあたりも共同通信発表してほしいですよね。これ一般人に迷惑かけてるわけですからね。会社として責任取るべきじゃないですか。検責処分とは、従業員に始末書を提出させ、厳重注意する懲戒処分を示す。減給や降格などと違い、金銭、待遇面の処罰がないため、一般的な会社では最も軽い懲戒処分とされている。そのため、社内からも疑問の声が出ているようだ。社内からはさすがに処分が軽すぎるのではないか。一緒に見られて迷惑だ。という声が上がっています。そりゃそうですよね。共同通信こんなんでいいのかっていう風になりますからね。実は共同通信内ではこれ以外にも同様の SNS トラブルが起きていて、処分が相次いでいる。他のトラブルと同様の処分で済ませていい問題だとは思えないのですが、共同通信に話を聞くと、回答を控えさせていただきますとの回答だったっていうのでですね、共同通信も答えたくありませんと桜ういろうについて聞かないでくださいというようなですね、対応みたいですね。はい。まあ非常にですね、これ対応が甘すぎますよね。給与の言及もなければ、これ処分ないのと一緒じゃないですか。これ仕事まで失うんじゃないかっていうようなですね、意見もあったぐらい、相当重大な事件だと思うんですよね。さすがに甘すぎですよね。まあだからこそですね、桜ういろうさんもですね、ほっとしてたと思うんですよ。会社の処分が甘かったので、まあ10日間の、出勤停止だけでですね、これ10日分の給与が出ないだけですよね。多分おそらく給与出てないと思うんですけども、まあそんな処分で済んでしまったわけですけども、ほっとしたところにですね、ひまそらあかねさんからの、提訴が、発表されてしまうというですねまさに天国から地獄へというやつですよね。はい。まあ、ひまそらあかねさん、それからナザレンコさんにはですね、しっかりと頑張っていただきですね、妥当な処分を受けさせてほしいですよね。で、その処分をもとにですね、共同通信が処分を考え直すぐらいのですね、ことが起きてほしいですよね。やっぱりこういうことをしてしまったわけですから、きちんと、まあ、責任を取る、処分を受けるということをですね、していただきたいですよね。はい。それではですね、今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思います。まずはですね、こちらのコメントです。だろうね。これで司法判断がういろう側に悪くついたら、共同通信は法外の判断をしたことになるね。コンプライアンス上大問題になるっていうのでですね、まあ裁判の結果がですね、かなりひどい、桜ういろうさんにとってかなり厳しい判断が下るとですね、もう一度ですね、これ共同通信に対してこんな処分でいいのかっていうのでですね、桜ういろうさんに対してもっと厳しい処分をしろよっていうようなですね、声が大きくなると思うんですよね。で、さらにこの共同通信の評判も下がるわけですし、まあこの裁判の結果をですね、まあ、しっかりとしたですね、正しい裁判の結果を出していただいてですね、まあ、共同通信の判断がですね、間違ってるんじゃないかというところもですね、ぜひ証明していただきたいですよね。はい。こちらですね、いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。そりゃそうやろうな。ひまそら募金が7000万円も集まるのは統一教会が組織的に支援していると決め打ちしてたからねというのでですね、結構金銭面に関してはですね、いろいろしつこくですね、付きまとっていましたよね。まあこの募金の話もそうですし、高級料理を食べているというようなですね、お話についてもですね、もうかなりしつこく付きまとっていたわけですけども、まあこういうことを言ってしまうというのでですね、こういうことをしてしまうとすぐひまそらさんに訴えられちゃうので気をつけた方がいいんじゃないでしょうか。もう遅いですけど。はい、こちらですね、いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。共同通信、別名ういろう通信に所属する桜ういろう、ナザレンコ氏以外にも訴えられてて若草。家のローン大丈夫かな？花見をクプクプしながら見守ってるよっていうのでですね。まあそうなんですよね。これ一般のもうサラリーマンでしかないわけじゃないですか。共同通信の平均年収って700万円ぐらいだと思うんですけども、これでもし家も買っててですね、家のローンもあります、家族もいますみたいな話、家族もいますっていう話ありましたけど、まあ家族もいますってなるとですね、相当金銭面苦しいと思うんですよね。裁判費用だって捻出しないといけないわけですし、もうこれ地獄でしかないですよね、本当に。まあ自分がやってしまったので仕方ないと思いますけども、まあ正当なですね、処分を受けていただくというのですね、今後期待したいなというふうに思いますね。はい。こちらですね、いいねしておきたいと思います。はい。皆さんですね、今回ひまそらあかねさん、桜ういろうさんをですね、提訴することを発表したわけですけども、皆さんですね、このような桜ういろうさんについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた、次の動画で。